八王子社は、愛知県知多郡南知多町大和座、篠島あざ道山十五、にある神社。篠島に日社ある神社のうち、八王子社は男宮、神明神社は女宮とされる。造船業や海上死後の神として祀られている。鳥居出展、神明神社八王子社がある、篠島、日本書紀に登場する伝説上の巫女である、山和姫命は、 終わり国中島軍から海路で、三河国厚見軍に渡航する際、篠島に立ち寄ってこの地をご神領に定め、荒見玉を祀ったとされる。鎌倉時代中期の昭和元年9月、伊勢国渡来軍の御極神社から勧生されて、創建された。永昇14年3月、御極神社の獅子等一頭が、八王子社に奉納され、この獅子頭は御神宝として守られている。 20年ごとに行われる伊勢神宮の式年遷宮の際には伊勢神宮の古材を篠島の神明神社が譲り受けて社殿を建て替えるためこの際に出た神明神社の古材で八王子社の社殿を建て替えている八王子社の古材は篠島に点在する数々の小さな社として生まれ変わる現在でも伊勢神宮の社殿一式を移築する伝統を有しているのは 日本で篠島のみとされている。毎年1月3日4日には、八王子社と神明神社で正月祭礼が行われる。八王子社に祀られている男性神、お神貴様が神明神社に祀られている女性神のもとに向かい、一夜を過ごしてから八王子社に帰る祭礼である。3日昼には紛争した役男が隊列を組み、掛け声と共に舞を舞う。18時には、 お神ん貴様のお渡りが始まるが、この神事を目にするとたたりがあるとされており、電力会社の協力で、島中の通電を遮断し、観光客であってもお渡りの様子を見ることは禁じられている。神職がお神ん貴様を八王子社から神明神社に運び、神明神社への到着に合わせて太鼓が打ち鳴らされると、家にこもっていた島民が先を争って、神明神社に参拝に向かう。 四日の昼が近づくと、再び紛争した役男による舞が行われ、十三時頃には寝食に支えられたお人貴様が舞を舞う。役男はお田脇様に役を移して海に流し、お人貴様は再び八王子社の本殿に収められる。ありがとうございます。